下山戸駅は福岡県福岡市西区下山門4丁目にある九州旅客鉄道築飛線の駅である。駅番号は JK02。下山戸地区に福岡市交通局が名の浜車両基地を建設する際に地元から駅設置の要望が出され、車両基地に駅を設置する代わりに近接する築飛線に福岡市の出費で新設された駅である。 6両編成が停車可能な長さ130メートルの相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは古線橋で連絡している。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護下の使用が可能である。 下山都駅の事務官高度は91万1834を使用している可能性が高い。2020年度の1日平均乗車人員は2388人である。JR 九州及び糸島市統計白書によると近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。駅舎のある駅南側には下山都団地。 城野春団地などの大規模な住宅団地や住宅地が広がっている。駅の真向かいにファミリーマートがあるほかは、駅周囲に商業施設もなく、幹線道路からも離れており、関西である。当駅の所在地は福岡市であるが、築飛線が名野浜駅までであり、福岡市内の大機と JR だけでつながっていないため、旅客営業規則上の福岡市内の駅には含まれていない。 なお、築肥線が博多駅まであった時代には、築肥線も博多駅千住駅が福岡市内として扱われていたが、当駅は福岡市地下鉄との直通後に開業したため、福岡市内の駅であった時代を持たない。ありがとうございます。